皆さんこんにちは。1年を締めくくる大相撲九州場所は2022年11月27日、福岡市博多区の福岡国際センターで千秋楽を迎え、西前頭9枚目の阿炎が三つどもえの優勝決定戦を制し、初優勝を果たしました。優勝インタビューでは、嬉しいです、何か嘘のような、まだ高ぶっています、師匠からも一番集中と毎日メールをいただいていたので、星を考えず集中して取りました。来年はもっと力強い相撲を取りたいと喜びを語りました。ここまで12勝2敗で単独トップに立っていた東前頭筆頭の高安が3敗の阿炎に本割で敗れ、大関貴景勝を含めた巴戦にもつれ込みました。3人による優勝決定戦は1994年春場所の明けぼの貴ノ浪貴闘力以来となる28年ぶり7度目2連勝で優勝が決まる決定戦で、阿炎はまず高安を叩き込み、続いて貴景勝を押し出しで下しました。今年は6場所すべて優勝者が異なり、名古屋場所の逸ノ城、秋場所の玉鷲に続き、史上初となる3場所連続の平幕優勝となりました。異例な形で終了した今場所ですが、今回優勝した阿炎の経歴が気になりますね。そこで今回は出身中学、高校や両親、なぜ相撲の道へ進んだのか調査しました。ぜひ最後までご視聴ください。昔と違い、最近はイケメンと呼ばれる力士が多くなりました。そんなイケメン力士の中でも最近注目されている阿炎力士のプロフィールをご紹介します。四股名阿炎正虎、本名堀切康介、生年月日1994年5月4日出身埼玉県越谷市、部屋錣山部屋、身長187cm、体重147kg、 BMI 42.04、 学歴越谷市立大相模中学卒、千葉県立流山南高等学校卒、建築業を営む父と看護師の母のもと、幼い頃は周りより頭一つ大きい子供として元気に成長をした小結阿炎ですが、最初は相撲が嫌いだったそうです。運動神経は良かったものの、太っていたので走るのは無理だろうとご両親が配慮し、柔道を習い始めました。しかし痛いのが嫌ですぐにやめてしまいます。越谷市のわんぱく相撲大会で小学1年2年と連続優勝しましたが、3年生で負けてしまい悔しくて草加相撲練習会に入会します。ここでも痛いことは嫌いで、特にぶつかり稽古になるとトイレに逃げ込んでいたほどでした。中学では相撲をやめようと思っていたが、休んでもいいから続けさせてほしい、きっと化けるからと練習会の上皇監督が両親を説得し続けることになります。中学時代は県大会で3位入賞、負けなしの相手に勝ったことで相撲が面白くなったそうです。その一方で自分の実力をあまり信用していなかったようで、全国中学校相撲選手権大会出場の際には予選で負けるだろうと水着を持参したというエピソードがありました。ご両親は高校卒業後は大学に進学し、学生相撲で優勝してほしいと願っていましたが、相撲部の監督が錣山と親しいことから錣山部屋に入門しました。入門したいと両親に言い出せずにいた阿炎ですが、入門したがっているという趣旨の話を聞いた父が部屋まで挨拶に行って無事に力士になることができました。四股名の阿炎の由来は、錣山親方が阿修羅のように強く燃えて戦うという思いを込めてつけたそうです。そんな阿炎ですが、角界内のいじめ問題がニュースで連日取り沙汰され、暴力に関してかなり慎重なところで阿炎が行ってしまった SNS への動画投稿が話題になりました。若元春の手足をガムテープなどでぐるぐる巻きにした様子を動画で撮影、自身の SNS にアップした悪ふざけ動画について、八角親方から厳重注意と反省文提出の処分を受けたのです。その後 SNS の危険性についての勉強会が行われましたが、勉強会終了後で爆睡していた、寝ていたので何も聞いていないと報道陣に向かって発言してしまったのです。今回の悪ふざけ動画を受けての勉強会だっただけに、当事者がこの様子だったことを受け、ネット上では亜鉛状に改名した方がいいと四股名をもじった批判が相次ぐ騒ぎとなりました。本人も事の重大さを痛感したようで、今は態度を改めているようです。たびたび騒がせてきた阿炎は、実は2020年7月場所後の8月4日までに引退届を提出していたことがありました。後に日本相撲協会は受理しない方針を発表しましたが、
2020年8月6日の協会の理事会で、新型コロナウイルス感染拡大下において7月場所前から場所中にかけて複数回にわたってキャバクラに出入りして協会のガイドラインに違反したこと、聞き取り調査での虚偽報告等から3場所の出場停止処分が下される事態となりました。ただ2022年1月場所では千秋楽まで優勝争いに加わり、14日目に正の富士から金星を獲得、最終的に12勝3敗の優勝時点を記録し、自身初の殊勲賞を獲得。千秋楽の支度部屋では、本音を言うならチャンスがあったかなと思うと幕内最高優勝を逃した悔しさを語るシーンもありました。その後の3月場所は自己最高位を西関脇に更新し、錣山部屋からは初の関脇、三役経験者が幕下以下に陥落してから三役に復帰したのは昭和以降5人目となりました。新関脇昇進会見では、師匠が関脇を務めていたので入門してからずっと師匠を超えるのが夢だったとコメントし、自分は早い相撲を目指している、一歩でも早く立ち合いで当たりたいと自分の相撲について思うところを語りました。次期大関候補と目される中で、あまり心境は変わらず、ここが最後の番付ではないのでしっかり上を見つつ自分も見ながら進んでいきたいと大関昇進にも意欲を見せるような発言を残し、また昇進会見では同じ長い手足で突き押しの元横綱明けぼのに心酔していたと語っています。ここ最近の成績を見てみると、関脇で迎えた3月場所では中日を終え6勝2敗と好調でありましたが、9日目から4連敗を喫しました。7勝7敗で迎えた千秋楽では、勝てば幕内優勝に大きく前進する高安に勝利し、新関脇で勝ち越しを決めました。5月場所は貴景勝、御嶽海の両大関を破り、13日目までに7勝6敗としたものの、14日目、千秋楽と連敗し7勝8敗と負け越しに終わりましたが、7月場所は初日の正の富士戦で送り出しによる白星を獲得、着々と結果を出し、11月場所は終始優勝争いに加わり、14日目終了時点で11勝3敗と単独首位の高安を1差で追う展開となり、この時点で無条件での敢闘賞受賞が決定。千秋楽は高安戦に勝利し、3敗で並んだ貴景勝、阿炎、高安の巴戦を制し幕内最高優勝が決定しました。このように今回優勝した阿炎さんは様々な苦労を経て優勝を果たしました。今回の優勝は錣山部屋の所属力士としては初の優勝となり、場所前に師匠からはリハビリみたいなもの、負けても勝っても思い切りやりなさいと言われ、それが功を奏した結果となりましたね。今後の活躍も楽しみな力士ですので、引き続き応援したいと思います。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。